こんにちは、ハイジーです。今日はツイッター宛てに、甘味さんより、バーミヤンの期間限定三大ラーメン祭りのレビューお願いしますというリクエストが来ましたので、バーミヤンさんにやってまいりました。どうやらバーミヤンの本気ラーメンと銘打たれたメニューらしいのですが、まずは水炊き鶏白湯ラーメンと豚骨ラーメン、そして黒麻油の味噌ラーメンがありましたが、写真のイメージが一番ハイジー好みだった味噌ラーメンをチョイスしてみました。お店に常備されている塗り絵を楽しみながらラーメンを待ちましょう。こうやってほら黄色く塗ったりするの。やってみて。青でいく。青で塗る。できたのね。そんなこんなでやってきました黒麻油と炙りチャーシューの味噌ラーメン。これはもう色合いからしてうまそうだ。味噌の香りが濃厚なスープを一すくいしまして、チャーシューにかけてあげましょう。うわ、これは美味しそう。具材たちが喜んでいるようだ。いただきます。というわけで、まずはスープを一口。うまいよ。これガツンとしながらまろやかな味噌のコクと旨味。これもファミレスのレベルじゃないぞ。麺はどうやら自社製麺らしいけど、どうなんだろうな。合うね。これスープとの相性バッチリだよ。美味しいスープの味に食感をつけて、がっつり食べてるって感じになれる麺だよ。美味しいよ。欲しくなっちゃった。ほら、ハイジーが食べてるところを見て娘が欲しくなっちゃったくらいだから、麺だけちょっと揚げましょう。このもやしが絡まってシャキシャキした食感もめちゃくちゃうまいぞ。これやみつきになるね。あ、麺足んないんすか。もっとくれと。美味しかったんすね。まあ、それは良かったよ。自分のお子様カレーそっちのけで麺食べちゃってますね。そんなにうまいんすか。お次はこのチャーシューで麺とかをいっぱい包み込んで食べると見せかけて、チャーシューだけ食べる。これとろけるタイプのやつだ。たまんないね。で、煮卵とレンゲってなんでこんな形の相性がいいんでしょうね。煮卵に追いスープをかました時の味が極上すぎる。餃子はノーマルと黒いやつ、ハーフ&ハーフで注文してみました。まずは普通のをタレにつけて食う。お次は黒いのも食う。どっちもうまいけど、個人的には普通の方かな。さあ、最後はスープの中に煮卵だけ残っちゃって、もうちょっとだけ麺も食べたいなーなんていう気分だったので、娘に返してなんてお願いしながらじゃれている様子。パパもラーメン食べさせてよ。ラーメンいいでしょ。いいです。